いやー、二の神来てたねー。二の神来たよ。一日一枚のペースではないのかな。なんか早くない？あの子。だいぶ早かった気がするけど、もう一人いきなり死んじゃったね。普段なら三次元目の開始を告げる鐘の音が窓向こうの校舎から届いてくる。学園は4日連続の臨時休校になっていた。山内先生の事件で3日間の臨時休校となったものの、本来ならば今日、始業式が行われるはずだった。しかし、昨夜の藤崎さんの事件でさらに2日間の臨時休校の延長が決定された。寮生を含む生徒たちの話し声から死神という単語がよく聞こえるようになって、職員の間でも学園の一時閉鎖が検討され始めているという。ドアを開けて、立花さんが入ってきた。おはよう。おはよう。もうとっくにおはようという時刻は過ぎている。いつもなら朝一番に叩き起こしに来て捜査開始を宣言する立花さんなのだが、今日は随分とゆっくりだ。昨夜の一件でかなりショックを受けたんだろう。かくいう僕もまだ立ち直っていない。何もする気が起きないまま部屋から一歩も出ずにこんな時間までうだうだと過ごしていたのだ。なんと声をかければいいのか僕が悩んでいると、立花さんはすっと僕のテーブルに向かい座って口を開いた。さあ、捜査会議を始めます。朝一からポテチが並んでますね。朝一からポテチ2袋開けてますよ。大丈夫ですか？え？その全くいつもと変わらない様子に僕は少し戸惑った。藤崎さんが殺されたのは多分彼女が僕たちに部の事情を話したからだ。そう思うととても気がめいって僕は朝からずっとぼんやりしていた。立花さんは昨夜のことをどう捉えているのだろうか。ほら、ちゃんとする。気合い入れなきゃいけないんだからね。そう言って立花さんはいつもの顔で笑った。え、あのさ、結構選択肢で出てくんだけど、ほんと一個もセーブしてないんだよね。ちゃんといいエンディングいけるかしら。そうだね。そうだね。僕もいつもの顔で答えた。そう振る舞う立花さんの気持ちが分かった気がしたからだ。よし。選択肢一個もセーブしてないからさ、もう変な選択肢を選ぶ勇気がないよ。立花さんはニコリと笑う。それからコホンと咳払いをした。昨夜から考えてたんだけど、やっぱ双葉ちゃんの言ってたある事件っていうのを知らなきゃいけないと思うのよ。立花さんがきっぱりと言った。前も言ったと思うけど、そこに今回の事件の鍵があると思うの。そうだね、僕もそう思う。僕も全くの同感だった。しかし、どうやって聞き出そうか。これだろうな。どうやって聞き出そうか。問題はそこなのよね。立花さんは僕の積極的な言葉に満足そうにうなずく。当たり前だ。こんなところで尻込みなんかしていられない。このままで済ませてたまるか。僕は昨夜の決意を思い出していた。しかし事件のことをどう聞き出すかという問題はかなり難しいように思える。藤崎さんに聞いた時もそれだけは言えないと固くなに拒否していた。こればっかりは部員以外誰も知らないと思うし、やるしかないわ。立花さんはまっすぐ前を見据えていった。決意の強さが言葉からにじみ出ていた。この手の情報を引き出すには個別に攻めないとダメね。ポイントは誰に聞くかだけど。で、誰にする？たまには優秀弟子のワトソン君の意見も聞いてあげる、ね、選ぶのか。めぐる君はどう思う？待ってました。待ってました。この自信。そうそう、その心意気よ。ではワトソン君、張り切って行ってみたまえ。ちょっと待って、待つね。この人の名前とあれが一致してないの。この岸本美穂っていうのが、あの、黒い髪の子。石井育子っていうのが、あの、蕎麦味の子。
永山翔子というのが、あの今まで一言も喋ってない、あの黒いショートヘアの影の主人公、浅間瞳っていうのが多分部長だね。誰かな、やかまちゃんの中ではほら、この昨日話した通り、ちょっと犯人それぞれ犯人候補を挙げてみましたけど、これなんですよ。これこの黒髪の一番無難そうな子、特徴のない子、この子が犯人だと思ってるんです。そうするとこの中で、それで何かその事件があった時の被害者はこの子だと思うんですよ。この子、それぐらいしかこの子のポジションがないから、はい、それで責任感を感じて復讐を考えたのがこの、復讐って言っても事件の前、事件の前のちょっといたずらみたいな、その程度の復讐だけど、それを感じたのが、考えたのがこの部長で、これはただ正義感が強いやつっていうソバージュなんですけど、この中ではこの子かな、一番無関係そうでただ正義感が強いだけのこいつ、こいつが一番攻めやすいような気がします。石井さんはどうかな、あのおとなしい人。え、おとなしい人誰？ちょっと待って、思ってた人と違うんだけど。え、石井さんってソバージュだ、ソバージュじゃないの？だとしたらとんでもない今ミスが起こってんだけど。ちょっと待って、こんだけ推理した上で、こんだけくどくど語って推理した上で、人の名前が一致してないって根本的なところから違ってた。マジか。橘さんはうんうんとうなずく。確かにあの人だったら真面目に答えてる、ね、違うんだよ、その人じゃないんだよ、思ってるのは。ソバージュに聞きたかったんだよ、顔のアイコンを出してくんないともう覚えらんないんだよ。それもあるけど、話によると一番部活に熱心だったのに最近休みがちっていうさ。それが誰なの、もうわかんないよ、これが部長。なるほどね、確かにそうだわ。じゃあ早速行きましょう。でもどこにいるのかな。そんなのその辺の子に聞きながら行けばすぐわかるわよ。とにかく行くわよ。というわけで、とりあえず僕たちは部屋を後にした。参ったなぁ。あれから寮や教室にいる人たちなどに石井さんの居場所を聞いてみると、図書室で勉強しているということだった。自分の部屋で勉強すればいいのに、なんで図書室でするんだろう。きっと広くて勉強しやすいんじゃないの、資料もたくさんあるし。さあ着いたわよ。僕は引き戸を軽く蹴っ飛ばすと軽々と開ける。だんだん分かってきたみたいね。まあね。僕たちが図書室に入ると中にいた生徒たちが一斉に入り口の方を見た。とは言っても生徒の数はほんの数人だ。ただその時一人だけは何の興味も示さず、僕たちの方を見ようともしない人物がいた。人目を避けるように一番窓際のお席に座っている。石井さんだ。誰だ石井さんって。あー、しまった、こいつが犯人だよ、こいつが犯人だって。やっちまった。散々推理を組み立てたのに、こいつが犯人なんですよ。だからこいつに聞きに行きますって別のやつを指し示したつもりが思いっきり犯人でしたね。彼女はじっと外を眺めていた。その目は遠くどこか悲しげだ。何を見てるんだろう。なんだか声をかけづらかった。だけど周りに、だけど幸いにも周りに人がいない。話すなら今しかないだろう。僕たちはゆっくりと石井さんのそばへ歩いていく。ちょっといいですか。立花さんが彼女の前の席を指さす。もうね、これ絶対犯人にしか思えないんだよ。石井さんは我に返って僕たちを見ると、慌てて机に広げたバインダーノートを片付け始めた。うん、どうぞ。ありがとうございます。そう言って僕らは席に座った。その時僕は今まで石井さんが眺めていた方をちらっと見てみた。そこには閉鎖されたプールがあった。
事件の後をかき消すように水面が虚しくゆらゆらと揺れている。きっと石井さんが見てたのはこれに違いない。何か水泳部で起きた事件のことを知りたいんです。冬休みの合宿中に起きた事件です。立花さんは単刀直入にそう言った。その言葉を聞いた途端、石井さんの顔が白くなった。ただでさえ顔色が悪いのにより一層悪く見える。顔面蒼白という表現が最も適当かもしれない。これまでの一連の事件、いろいろと考えたんですけど、最終的にたどり着くのがその問題なんです。だからちょっとでもいいから教えてくれませんか？ダメだと思うよ。ほら、絶対こいつが言うわけないじゃん。だってこいつ犯人だもん。双葉ちゃんにも頼まれたんです、私たちを助けてって。だからお願いです。ほらほらほら、ダメだって。もう超まずった。こいつじゃなかったんだよ。聞きたいのはソバージュだったんだよ。石井さんはじっと動かないままずっとうつむいている。その姿はまるでこれ以上聞かないでと言っているかのようにひどく小さく見えた。ここまで口を閉ざしてしまうとはやっぱりかなり衝撃的な事件のようだ。しかしこのことを聞かなければ先には進めない。立花さんは肘で僕の脇腹をつついた。なんだよ。立花さんの方を見るとしきりに顔で石井さんを指し示している。つまり僕が何とかしろっていうことね。腹を決めて僕が話しかけようとしたその時だ。机の上に水滴がポタリと落ちた。そしてまた一粒机に染み込んでいく。泣いてる。なんだか僕はいたたまれなくなった。水泳部でどんなことが起こったかはわからない。ただ僕たちは知りたいの一心で相手の気持ちを本当に考えていなかったのかもしれない。すみません。あららら、らもうダメだ。やっちまった。くそ。僕は席を立ち上がると立花さんを連れて行こうとした。ごめんなさい、話したくないんです。そりゃそうだろうね、ごめん。去り際に消え入りそうな声で石井さんは言った。僕たちは軽くうなずくと何も言わずにその場を後にした。まいったな。なんだかとても悪いことしちゃったみたい。やっぱセーブなんかしてないぞかもちゃん。これ絶対違う選択肢だったな。廊下を歩きながら立花さんは言った。その思いは僕も同じだ。とても後味が悪い。きっとよっぽどのことがあったんだろう。無理に聞くべきじゃなかったのかもしれないな。水泳部の事件で傷ついた部員って石井さんのことだったのかもしれないわね。あの様子だと。そうかもしれない。あ、そういうこと。困ったな。もう石井さんには話を聞けないし。あ、まだ聞ける。次は誰にしようか。やったよかった、次があった。そうだな。なんだ、何か聞けんの。あ、やった。ちょっと待って、人の名前が一致しないよ。この岸本美穂っていうのが今の人かと思ってたんだけど、それで犯人説を立ててたんだけど、これは部長かな。この浅間ひとみがソバージュかな。そうか、浅間ひとみに聞いてみるか。こういう正義感の強いやつは正義感ゆえに帰って喋ってくれたりするんですよ。ソバージュに聞きたい。こいつ、こいつだと思う。ソバージュ。浅間さんはどうだろう。浅間さんって違う。もう違う。あのさ、人の名前が一致してなさすぎるよ。推理の前にさ、散々推理組み立てても別人のとこ聞き入ってるからね。もう立花さんが眉を潜める。ソバージュに聞きに行きたいんだよ。ソバージュって書けよ。責任感が強いって感じで一番喋ってくれなさそうに思えるんだけど。でしょうね。その責任感で逆に話してくれると思う。いや、ないよ。ソバージュに聞きに行きなって。どういうこと。僕たちが藤崎さんから助けを、つまり事件の解決を頼まれていたことを話せば、もしかして協力してくれるかもしれない。違うだと思うよ。なるほどね。
立花さんはうんうんとうなずく。まあ私が用意してた答えと大体同じだわ。本当かよ。そんなわけで僕たちは浅間さんに話を聞きに行くことにした。浅間さん、何？ああ、部長のとこ来ちゃった。僕たちを見た途端、浅間さんは不機嫌な顔になった。その表情は少し疲れているように見えた。事件のことで話が聞きたいんですけど。立花さんが言うとやっぱりかというふうにため息を吐く。最近の双葉の様子？それとも私が昨日の夜何をしていたか？そのことならもう警察に話したわ。水泳部の中であった事件のことです。その途端ドアを閉めようとしていた浅間さんの手が止まる。双葉ちゃんから聞いたんです。あなたたちが山内先生に死神の呪いをかけたっていうこと。私たちはそのきっかけになったっていう事件が何かを。あなたたちにはほらね、絶対そうだと思ったよ。こいつ絶対言わないよ。いたずらの発起人はこいつだしさ、多分ね。浅間さんが急に声を張り上げた。そのヒステリックな様子に立花さんは押し黙ったと思いきや、めぐるくん、おささやくのと同時に立花さんは僕の手にタッチした。おいおい、ここで僕の出番なのか。仕方なく僕は立花さんの後を続けることにした。関係はありますよ。僕はポケットから2と書かれた紙を取り出した。それを見て浅間さんは沈黙する。僕たちは藤崎さんから助けてって頼まれてたんです。双葉が？おや？ええ、つまり犯人を見つけてくれってことです。僕たちはこの死神の呪いを隠れ蓑にした第三者がいるって考えてるんです。その犯人を探し出すためにも話を一から知っておく必要があると思ったんですよ。ということにしておこう。仲間内に犯人がいるなんて言わない方がいいだろうし。双葉ちゃんは助けられなかったけど、その意思は果たしたいの。お願いです。立花さんが言った。浅間さんはうつむいてしばらく考えた後、入ってと僕たちを部屋の中へ促した。おお、やった。話してくれんの？奥へ縦長になっている部屋の広さは僕のところと同じくらいだと思う。床には若草色のカーペットが敷かれ、そこに海外の絵本にでも出てきそうな簡素な机とベッドが置かれている。冬休みの合宿が終わってからいつ子の様子がおかしかった。いつ子、いく子じゃない、いつ子ね。読み方も間違ってた。木枠の窓を背に浅間さんは両手の肘を抱え目をそらしていった。いつ子というと石井さんのことか。誰だ？昨夜プールサイドでがっくりと膝をついていた姿が脳裏に浮かんだ。それで？なかなか続きを言おうとしない浅間さんを立花さんが促す。今まで部活を休んだことなんてなかったのに、全く練習に出てこなかったばかりか。高校生活最後の大会にも出ないなんて。ちょっと待って、いつ子が誰なのかわからないよ。顔を出して。顔のアイコンを出してくれる。じゃないと誰が誰だか。うつむいて途切れがちに話す。それはまるでこの先に言う言葉をできるだけ伸ばそうとしているかのように見えた。それに何より山内先生を避けてるんです。でしょ、山内先生になんかされたんだよ。それで理由を聞いたんですね。また間ができそうなところへ立花さんが一気に確信まで持っていこうとする。浅間さんは目をつぶってそれを思い返したのか、耐えるような顔をした。そしてやっと口を開く。美穂と二人で問い詰めたの。そしたらいつ子は泣きながら私たちに打ち明けたわ。いつ子？合宿の最中、ちょっと先生に思っきりストレートじゃん。なんか付き合ってたとかそういうレベルじゃないのね。もう直接なのね。
その小さな声は意外なほどに淡々としていて、だから余計に言葉のうちに込められた激しい感情を僕たちに伝えてきた。立花さんの表情が苦しそうに歪んでいた。今にも爆発しそうな感情をこらえているためだ。同じ女の子である立花さんは多分僕が受けたよりもずっと大きなショックと、そして怒りを感じたんだろう。いつこが誰にも話さないでって言うから、私も美穂もずっと黙ってたんだけど、ちょっと動機が思いのほか重くてね、ちょっとね、いつこね、覚えた、いつこ。何食わぬ顔で部活に出てくる先生を見てるうちに先生すごいね、鉄のハートじゃないですかその目に僕と立花さんは映っているんだろうか。まるで自分自身に語りかけるかのように浅間さんは淡々と話を続けた。それで春休みに入ってすぐ、いつこの了承を得た上で、双葉と翔子にも事情を話して部員全員でどうするかを相談したの。いつこ、私と美穂は訴えようって言ったわ。でもいつこは、そうすることで事件が学校中に知れてしまったら生きていけない。あれ、美穂っていうのがそば味か。いつこってさっき聞きに行った人、もしかしてあの黒髪の泣いちゃった子そら泣くよね犯人かと思ってたら思いっきり被害者だったか。そっか、あ、なるほど、さっきのが被害者だったのか。だからせめてもの報復にと、私はみんなに、ほらほらほら、呪いを、死神の呪いでしょ、山内先生にかけただと思ったよ。それでね、言った通りでしょ、発起人はこの部長だって言ったでしょ。ドンピシャですね、本当に。もうこういうところが名探偵って言われてしまうところですよね。そこまで言って浅間さんはブラウスのポケットに手を入れた。こうなってしまった。紙に書かれた2の数字を見つめながら、彼女は薄く笑った。その笑みは痛々しいほどに自虐的な色を帯びていた。僕たちはかける言葉もなく、それからほどなく浅間さんの部屋を後にした。この浅間さんも受け取ってる人なんわけね。まさか、そんなことがあったなんて。僕たちは人気のなくなった廊下を歩いていた。足取りが重い。ショックだった。さっき聞いた言葉の一つ一つが心に重くのしかかっていた。仮にも教師という立場にある人間が自分の生徒にそんなことをするなんて。水泳部の部員たちが事件を公にして法の裁きを下すこともできず、人知を超えた伝説の力を借りて復讐しようとしたのも頷ける気がする。彼女たちの激しい怒り、そして何より石井さんが受けた心の傷、その深い悲しみ、それを思うと僕は心が押しつぶされそうな感覚に陥った。きっと立花さんも同じ思いだろう。さっきから言葉数が少なく、ほとんど無言のままだ。ずっとうつむきながら歩いている。かける言葉も見つからず、僕はただ立花さんのそばを黙って歩くことしかできなかった。もう、こんな時間なのね。不意に立花さんが口を開いた。これからどうしようかと僕に聞いているのだ。しかし僕には答えようがなかった。いや、もともと答えは一つしかない。ただそれを口にしていいものかどうか、その判断がつかなかった。僕は迷っていた。そうだね、いつの間にか時間が経っていたみたいだ。やっぱり石井さんのところに行かなくちゃダメだよね。行くんだ、なるほど。僕が何も言わないからか、立花さんの方から切り出してきた。しかしそれでも僕は答えられなかった。話を聞けばより詳しいことがわかる。だがそうすれば石井さんの心の傷に触れてしまう。彼女が忘れようと努めているだろうことをもう一度思い出させなければならないからだ。行くなら今しかないわ。そうしないと聞けるものも聞けなくなる。自分でも覚悟が決まらないんだろう。立花さんは自分にそう言い聞かせるように言う。さ、めぐるくん。うん、わかったよ。わかったよ。石井さんの傷に触れるのは僕だって辛いけれど、立花さんの言うこともっともだ。
ここで思い切って話を聞かなければもう二度と聞けなくなるような気がする。藤崎さんのためにも事件をこのままにしておいちゃいけない。僕はそう自分に言い聞かせた。石井さんの部屋に行ってみたけれど彼女は不在だった。もしかするとまだ図書館で勉強しているのかもしれない。そう思った僕らはもう一度図書室にやってきた。図書室はもうほとんど人がおらず、ひっそりと静まり返っていた。もう帰ったのだろうか、僕はどこかほっとしている自分に気がついた。聞かなければならないことを聞かずに済む、そんな矛盾した安堵感だ。しかしさっきと同じ場所、人目につかないような窓際の席に彼女はいた。机の上の辞書やバインダーノートは隅の方に片付けられ、ずっと閉じられたままだ。彼女は僕たちが出て行った時と全く同じ格好で、テーブルへ静かに視線を落としている。もしかしたらあれからずっとこのままで。僕は不意に床の上に滴り落ちた石井さんの涙を思い出した。さっきの決心が折れそうになる前に、僕はゆっくりと石井さんのそばへ歩いていった。すみません、あの。さっきはごめんなさい。取り乱してしまって。思いっきり、犯人呼ばわりしてましたけどね。そんなことなかった。そんなことなかったよ。見てくださいよ、この目を。そんなことできるわけないじゃないですか、この子が。何と言っていいか迷っていた時、突然石井さんの方から話しかけてきた。ニコリと微笑んだ表情が僕にはなんだか痛ましく思えた。いえ、こちらこそ。さっきは無理やり話を聞こうとしてしまって。言った後で僕はすぐに後悔した。僕たちは同じ話を聞くために来たのだ。しかも今回は僕たちはその内容を知っている。知った上で聞かなければならないのだ。促されて椅子に座りながら、僕は一体どう聞き出すべきかを考えあぐねていた。できるならこんなことは聞きたくない。しかし何の罪もない藤崎さんを殺した犯人を見つけ出すためにはそうしないわけにはいかなかった。あの、そんな僕を見かねたのか、立花さんが口を開いたものの、それからすぐまた黙り込んでしまう。あなたが冬休みの合宿の時、山内先生から暴行を受けたことについて詳しく聞きたいんですが、僕たちが言おうとしているのは結局そういうことだ。さっき口を開きかけた立花さんも今回ばかりはすぐに僕にタッチしてこない。その様子を見ていた僕も、この件については男である僕から尋ねるべきではないような気がしてきた。立花さんはさっき喋りかけたきり口を閉ざしてしまった。その表情は苦渋に満ちている。彼女には同じ女性である石井さんの気持ちが痛いほどわかるんだろう。僕は席を外した方がいいのかもしれない。そんなことを考えながら立花さんを見ているのが辛くなった僕は、かといって石井さんに視線を移すこともできず、うろうろと視線をさまよわせた。ふとその視線が机の隅に片付けられている英語の辞書やバインダーノートに止まった。もうすぐテストですから。僕の様子を見て石井さんが言った。新学期の初めにある実力テストのことだ。勉強していれば気も紛れますし。そっと付け加える。実力テストは昨夜の藤崎さんの事件がなければ今日行われていたはずだった。石井さん。立花さんが覚悟を決めた様子で言った。はい。顔を向けた石井さんに立花さんは浅間さんに言ったのと同じことをゆっくり丁寧に告げた。つまり自分たちは藤崎さんに頼まれたことからその意思を果たすため真剣に事件の捜査に乗り出しているんだと。それでさっきも聞こうとした水泳部で起きた事件についてなんですけど。そこでまた立花さんの言葉が途切れる。いよいよ事件のことを石井さんに切り出さなければならない。大体のところは浅間さんから聞きました。石井さんは辛そうに目を伏せた。まだ全てを語ってはいないが空気で察したんだろう。でも聞かなければならない。そしてその反応を見なければならない。もしかしたら石井さんが、そう、そういうこともあるんだよ。被害者ではあるけどこの人が犯人である可能性も一応あるわけだからね。
その時不意に入り口の扉が開いた。お、こいつだよ。こいつに聞きたかこいつに聞きたかったんだよ。誰なんだこいつ。岸本もう上の名前と下の名前が あるからささらに一致しないんだよね。入ってきた岸本さんがきっと険しい表情になる。あんたたちいつこに何してたの。美穂さん、何でもありませんから。行きましょう。いつこやたらいつこを守りますね。あれですか、もう ゆりゆりな感じなんですか。だとしたらこいつが犯人説もありますよ。慌てる石井さんに向かってそう言うと、岸本さんは強引に石井さんの手を取った。石井さんが大げさに叫んで顔をしかめた。ごめん。パワーがすごいんですね多分ね。岸本さんがパッと手を離す。そして今度はそっと握り直した。さあ行きましょう。そう言って入り口の方へ引っ張る。すみません。僕たちに向かって申し訳なさそうにしながら、石井さんは手を引かれるまま外に出ていった。僕たちはそれを追うようにして図書室を出た。あいつが犯人説あるな、あのパワーから見ても。岸本さんに手を引かれて石井さんは廊下を歩いていく。呼び止めるとまた辛い話を聞かなければならない。その思いからか僕たちは話を続けようと食い下がることができなかった。僕の横で立花さんがため息をついた。しっかりしなきゃね。そうつぶやく。話を聞けなかった自分の不甲斐なさに対する戒めだろうか。もう校舎が閉まる時期だった。もう校舎が閉まる時間だった。部屋の前まで戻ってきたとき、僕は思わず立ち止まった。1。ドアの下に挟まれた二つ折りの紙、それが何であるかは嫌でも分かった。驚きはもうない。僕の元にはすでに2の紙、すでに2までの紙が届けられている。とすれば次は、1ですね。これは僕たちが事件の核心に迫りつつあることを意味してるんだろうか。ここに監視カメラ置いときゃいいんじゃないの。まあこの時代は監視カメラないのかね。監視カメラっていうかお手軽なやつ、今だったらねスマホでそういうの撮れたりするけど、この時代スマホないもんね。振り向くと向こうから立花さんがすごい勢いで廊下をかけてくるところだった。やっぱりあるわよね。少し息を切らせながら立花さんは僕の持っているものを確認する。じゃあ立花さんのところに紙が届いたんだろう。立花さんは軽くうなずく。それから僕と立花さんは無言で顔を見合わせた。犯人は二人殺している。忘れていたわけではなかった。しかしどこかで自分だけは大丈夫という確信に支配されていた自分に気づかされる。そしてその確信に全く根拠がなかったことにも。1という最終段階の紙が届けられた今、ようやく自分たちも狙われているのだという実感が湧いてきた。黙り込んでいる立花さんもきっと同じ思いなんじゃないだろうか。立花さん大丈夫。え、大丈夫大丈夫、こんなの大したことないわよ。これは犯人を追い詰めてる証拠なんだから。つまりあと一歩ってことよね。それはそうだけどさ、それにもうここまで来たらやめられないわ。立花さんが低くつぶやく。確かにそうだ、犯人は僕たちに1の紙を送ってきた。ということはつまり殺す気でいるはずだ。その前に犯人を見つけるしかない。さてこれからどうしようか。立花さんがこわばった笑顔で聞いてくる。その作り笑顔が僕には痛々しく見えた。犯人は常に襲うタイミングを狙っているはずだとなると、一緒にいるとかえって狙われやすくなるかも。
一緒にはいられない。部屋に帰らせてもらうからな。フラグですね。部屋に帰らせてもらうフラグですね。絶対立てちゃいけないやつですよ。これからは離れない方がいいかもしれない。これからは離れない方がいいかもしれない。え、ツーマンセルで行きましょう。もう一人でいるのは危険だよ。立花さんが心配だし。大丈夫よ、そのくらい。ダメだ、犯人は本気だ。本当に僕らを殺そうと思ってる。だからこれからはずっと二人でいるようにして。あ、飛ばしちゃった、ごめん。何かあってからじゃ遅いんだから。めぐるくん。立花さんは僕を見つめた。その表情はどことなく優しく、そして温かかった。だけど突然立花さんはハッとしたように言った。でもそれってつまり寝るときもどっちかの部屋で一緒にってこと？え？あ、いや、そんなつもりは。だってそういうことでしょ？なんとなく気まずい沈黙が流れた。僕はただ単に二人が離れ離れになるのが危険だと思っただけで、そこまでは深く考えていなかった。僕たちくらいの年代の男女が二人きりで同じ部屋に寝るということは、いろんな意味でなんだかとてつもなくまずいような気がする。僕は自然に自分の顔が赤くなっていくのを感じた。見ると立花さんも少し赤くなって、心なしか恥ずかしげに視線を横へそらしている。何か言わないと。でも何を言えばいいんだろうか。僕が必死になって言葉を探していたとき、沈黙に耐えられなくなったんだろう。立花さんがつぶやくように口を開いた。まあ夜の間はほら部屋の鍵をかけて寝れば一人でも大丈夫だろうし。そうだね。お前のような女と一緒にいられるか。それ絶対立てちゃダメなフラグだよ。それじゃあおやすみ。おやすみ。お互いに気まずくなってしまった僕らはぎこちない笑顔を交わして、それぞれの部屋に戻った。夜の帳が降り、月明かりだけが頼りの黒々とした闇の中で、砂利道を踏みしめる固い足音だけが響いている。夜半過ぎ、校舎から寮に続く道を僕は一人で歩いていた。自室にこもって部屋の鍵をかけた後、ここ数日の疲れからか、僕はすぐに眠り込んでしまった。尿意を催して目が覚めたのは確か、午前2時を過ぎた頃だったと思う。おじいちゃんかな？用を足すためにトイレに向かったものの、寮内に一つしかない男子用トイレはこともあろうに故障中につき、使用不可、管理人代行の張り紙で締め切られていた。どうしようもなくなった僕は、学校の校庭に屋外トイレがあったのを思い出し、こんな夜中にわざわざ学校までトイレを借りに来た。今はその帰り道だ。絶対ダメなやつじゃないですか。絶対ダメなやつじゃないですか。もう一の神が来てんだからさ、そんな夜中にトイレをさ、行きたいがためにはるばる離れた学校まで行っちゃダメだよ。ひんやりとした夜気が僕の体を包む。もう4月に入っているとはいえ、まだ夜道を歩くには肌寒い季節と言っていい。だが今はそれに加えていつも以上の寒さを感じる。こんな時間に夜道を一人で歩いているという状況が僕の精神的な不安を煽っているんだろう。道の両脇にうっそうと生い茂る木々は、文字通り漆黒の闇に包まれ、わずかな月の光すら拒んでいるようだ。制限された薄暗い視界に映る曖昧でぼんやりとした風景は僕を一層心細くさせる。寮生の男女比から言えば仕方のないことかもしれないが、それにしたって寮に男子用トイレが一つしかないのはやっぱりどこかおかしいんじゃないのか。なんでこんな思いをしなくちゃならないのか、そもそもの原因を思い浮かべ、僕は心の中で悪態をついた。脳裏にはもちろんあの役に立たない管理人代行の顔が浮かんでいる。管理人代行やたら出てくるね。
もしかして犯人説あるか。ね。そもそも主人公さ、そんな学校まで戻らずに、その辺でタッチオンすればいい。ペットボトル？ボトラーになるって。この時代は多分ね、ボトラーっていう概念はなかったんだと思うよ。はい。そんなブレイクスルーはなかったんだと思うよ。今でこそね、ペットボトル使いもいますけど。はい。でもね、あれだよ。ペットボトル使いが現れる前に、かまちゃんオロナミン C が好きでよく飲んでたんですけど、子供の頃ね。オロナミン C がおしっこの色に似てんなって思って、オロナミン C の瓶の中におしっこ詰めてみようって思ったら、オロナミン C の瓶が小さすぎて、一回のおしっこ全然全然それより多くて、ゴボゴボゴボってすげえ勢いで溢れてきて焦ったっていう記憶がありますね。そんなにおしっこって出んだってその時に分かった。オロナミン CC の、オロナミン C の CC ではとてもカマちゃんは収まりきらなかったっていう、うん。実験をしたっていう話ですね。なんで世間がボトラ言う前にカマちゃんオロナミンシーサーですから、はい。オロナミンシーサー。さ、シーサー。オロナミンシーサー。うん、まあそんなもんかな。はい。オロナミンシーサーな、ですから、カマちゃんはね。何の話？こんなことなら思い切って勝手に女子トイレを借りればよかった。今更ながらに僕は後悔した。夜中に女子トイレに入るなんてなんだか思いっきり後ろ暗いことをしているような気がして、あの時はどうしてもそれができなかった。でもそんなことを深く考えずに入ってしまえばよかったんだ。ほら来た！突然茂みで物音がして僕は文字通り飛び上がった。いきなり心臓をわしづかみにされたような気分だ。ドクンドクンと激しくめくっているのがわかる。猫だよ。なんだ、驚かせるなよ。なんだよ、絶対犯人かと思った。物音の正体は猫だった。この状況のせいで必要以上に驚かされた僕は安堵感とともに思わずへたり込みそうになった。滑稽なくらい飛び上がってしまった自分が何度か情けなく思えてきて、腹立ち紛れに足元の砂利を音の下方へ蹴っ飛ばそうとした。その時突然後頭部に鈍い衝撃が走った。ああ。バカじゃないの、こんなところトイレにしに来てさ。スーッと一瞬気が遠くなった感じがして僕はぐらりとよろむいた。両膝が地面についたのが感触でわかる。なんとか気を失わずに済んだものの、戻った視界に映っていたのは地面についた自分の右手だ。両膝と右手で体を支えていた状態でその場に崩れてしまったらしい。視界がぐにゃりと歪み、後頭部がズキズキと痛む。誰かに殴られた。親父にも殴られたことないのに。そこでようやく僕はそのことに気がついた。その時とっさに思いついて、僕は体をひねって自分から横へ転がった。え？これから生存フラグあんの？もうダメかと思った。避けた！頭が何かをかすめ、一瞬前まで僕がいたところに何か重いものが打ち付けられた。耳元で鈍い音が響く。やばい、このままじゃ。お、ちょっと待って、ちょっと待って。まだ選択肢があるよ。もうダメかと思ったけど。とにかく逃げよう。ここはなんとか。ここでなんとかしないと今度は立花さんが。ちょっと待って、ごめん。ここではセーブさせてほしい。今までノーセーブでやってきたけど、セーブしたい。ここでなんとかしないと今度は立花さんが。でももう逃げたいけど、どうしよう。逃げた方がいいか。いや、どっちもあり得るな。ここで反撃したら逆にやられるみたいなね。どうしよう。逃げて立花さんと合流すればそれで済む話な気もするけど、どうする、立ち向かった方がいいのか。
ここで何とかしないと今度は立花さんが。突然湧き上がったその思いに後押しされて、僕は無意識に手を伸ばし、足元の地面に打ちつけられたままの鈍器を握った。これコナンの犯人だ。コナンのひんやりした感触、鉄パイプだ。その時鉄パイプがグイッと引かれた。僕が凶器を握ったことに驚き、相手がそれを振りほどこうとしたのだ。離してたまるか。僕は握った手に力を込めた。これを離すと全てが終わりだ。次の瞬間には振り下ろされたこの凶器が僕の意識を根元から絶ってしまうだろう。さっき食らった一撃のせいだろうか、視界はずっと歪んだままだし、鉄パイプを握る手の力も普段の1割すら出せていないような気がした。眼球が頭の奥へ引っ張られるような感覚、意識がスーッと遠のいていくのがわかる。僕は唇を噛んでそれをなんとか押し止めようとした。いきなり脇腹を蹴り上げられた。突然襲いかかった激痛に思わずうめき声を漏らしてしまう。しかもその衝撃で僕は思わず手を離してしまった。こらしまった。僕は大声を出そうとしたが、わずかに喉が鳴っただけだった。相手がゆっくりと鉄パイプを振り上げる。月明かりが凶器を照らした。朦朧とした意識の中で僕は次の一撃に備えようと目を閉じて全身の筋肉を固く収縮させた。僕の脳裏に部屋に届いた一の紙が浮かんだ。明日の朝には死体となって誰かに発見されるのだろうか。脇に添えられたゼロの紙とともに、立花さんはどう思うだろう。ふとそんな思いが頭をよぎった。悲しむだろうか。そしてこれ以上事件に関わり続けることを諦めてくれるといいのだが、いや、立花さんのことだ。きっと怒り狂って自分の危険など顧みず犯人への復讐を誓うに違いない。僕はなぜかそう確信して疑わなかった。おかしい。犯人はいつになったらとどめを刺すつもりなんだ。恐る恐る目を開けると、不思議なことに犯人の姿は消えていた。代わりに向こうの方から聞き覚えのある声が聞こえてくる。やった、めぐるくん。やったよ。立ち向かったことが功を奏して逃げたね。いや、選択肢は間違ってなかった。よかった。逆に立花さんが犯人説。めぐるくん、大丈夫？立花さん犯人説もありますね。そばに駆け寄った立花さんは僕の頭を抱え上げると、頬をバチンと叩いた。頭を打たれて横になってる。人のほっぺたをバチンと叩く。バチンと叩く立花さんですよ。その強烈な一撃で僕はますます意識が遠のいた。気をつけて。まだ犯人その辺に。まだ犯人はその辺にいる。立花さんの注意を促そうと僕は声を絞り出した。意識が途切れ途切れになる。自分の体が沈んでいくような錯覚。僕はそのまま意識の闇へ引きずり込まれた。痛い。頭がズキズキする。めぐるくん。遠くから僕を呼ぶ声が聞こえてくる。声が頭の中で反響しているようだ。痛みはますます激しくなった。めぐるくん。よかった。生きてるね。気がついて僕はまぶたを開いた。ぼやけた視界に立花さんの姿が映った。めぐるくん、大丈夫？その言葉に僕は気を失う前のことを思い出した。そうか、僕はさっき殺されそうになったんだ。よかった。気のせいかちょっと潤んだ目で立花さんがつぶやく。僕は自分の部屋で布団の上に寝かされていた。壁時計は深夜の4時を指している。起き上がろうかと思ったが、頭がまるで脈打つようにズキズキと痛んでまだ無理そうだ。そっと手をやってみたが外傷はないようだった。助かったよ、ありがとう。立花さんはコクンとうなずいた。立花さんの足音を聞いて犯人は逃げ出したんだろう。もしあのまま立花さんが来てくれなかったとしたら、僕は今頃死体になってあの砂利道に転がっていたかもしれない。でもどうしてあそこへ？私トイレに行こうと思って部屋を出たんだけど、ちょうどその時
階段を降りていく怪しい人影を見たの。みんな午前2時にトイレに行きたくなるんですね。怪しい人影。そう。でも残念ながら顔ははっきりとは見えなかった。でこっそり後を追ってみたら寮の外に出て行ったのよ。多分立花さんが見たのは犯人に違いない。犯人は僕が寮の外に出たのを知って後を追った。僕を殺すために。待てよ、もしかするとあの男子トイレの張り紙、あれも犯人の仕掛けた罠だったのではないだろうか。僕を寮の外へ追い出すための。それで立花さんはすぐにそいつの後を追ったの？僕が尋ねると立花さんはうんと首を振った。その時こりゃ何かあるなとは思ったんだけど、さすがにちょっと怖かったからとりあえずめぐるくんに応援を頼みに行ったわけ。でも僕は部屋にいなかった。そう、それでいよいよヤバい気がしてきて、めぐるくんがどこかで狙われてるんじゃないかって、そう思って慌てて怪しい人影を追って寮を出たのよ。そして倒れている僕を発見したってわけか。その時犯人らしき人物は見た？見てない。めぐるくんが倒れてるだけだった。あの後大変だったんだから、寮の前まで引きずってくるのが。うんうん、僕が気を失った後そのまま一人にしておくとまた犯人に狙われると思った立花さんは、なんと寮の前まで僕を引きずってきたらしい。そこから助けを呼んで慌てて起きてきた。管理人代行のおじさんに僕を部屋まで運ばせたというのだ。相変わらず無茶をするな。寮を出る前に助けを呼ぼうとか考えなかったの？慌ててたんだってば。一応この部屋にしまってあったバットで武装してたしね。なんだそりゃ。それを言うならめぐるくんだってこんな夜中に一体どこへ行ってたのよ。僕は今夜外へ出ることになった経緯を話した。それを聞いた立花さんは心底呆れた様子で言った。アホらしい、学校まで行くなんて。なんで女子トイレを使わないのよ。夜なんだから誰も見てやしないわよ。さっき立花さんもトイレに行こうとしてたって言ったろ。そういうのに偶然出くわしたらどう説明するんだよ。趣味です。さっき言ったように説明すりゃいいじゃない。そんなこと言って、もしそれが立花さんだったらそんなの全然耳を貸さずにまた痴漢とか言って僕を脅すネタにするだろう。軽口のつもりだった。当然僕は立花さんからの応戦を予想していたのだが、しかし彼女はアハハと小さく笑っただけで、あとは黙り込んでしまった。予想外の反応に僕は戸惑った。いつもならここでガンガン言い返してくるのに。立花さんがいつになく神妙な面持ちでうつむいている。その様子を見ながらできるだけ自然に聞こえるように僕は言った。なんだか元気がないね、めぐるくん。立花さんがそっと小さい声で言う。そうさ、やめましょう。え？あまりにも突然な言葉だったから僕は一瞬その意味がつかめなかった。捜査をやめる。私ね、なんだかんだ言って自分たちだけは大丈夫なんて全く根拠もないことを信じていたように思うの。めぐるくんは何回もやめようって言ってたのに、私が無理やり引っ張っちゃったのよね。立花さんの声がいつになくしんみりとなる。立花さん、私何も考えてなかった。言葉と一緒にその瞳が潤んだように見えたのは気のせいだろうか。初めて立花さんのナイーブな側面に触れた気がして僕は内心うろたえた。私ってそういうところがある。勝手で、それは自分でも分かってるんだけど、ダメだな。目の下を指でこすって立花さんは無理に笑ってみせた。要するにね、そういうことなの。事件から手を引こうって誠に遺憾ながらってやつなのよ。なんだろう、予想外の展開に戸惑っているだけじゃない。僕の心の中に無性にモヤモヤとした何かがある。自分でもわからないけれど釈然としない何かが。
なんとかしなきゃ、不意にそう思った。何をどうするのか、そんなことも理解していないまま、ただ、なんとかしなきゃ、と、そう思った。立花さん。気がついた時にはもう立花さんに話しかけていた。どうしよう。どれもまあ、ありっちゃありな気はするけどな。あえてここは勝手だよって知ったする。その選択もありだと思いますよ。大丈夫だからまあ無難だよね。どっちかな。どっちかな。こっちのがいいかな。こっちでいいか。大丈夫だから。とっさに出た言葉はそんな陳腐なセリフだった。めぐるくん、何が大丈夫なのか、そんなこと自分でもわからないし、何の確証があるわけでもない。大丈夫だよ。それでも僕にはそうとしか言えなかった。それでいいと思った。しかし本当にこのまま捜査を中断してしまっても。ちょっと待って、ちょっと待って、そういう意味の大丈夫なの？しかし本当にこのまま捜査を中断してしまってもいいのだろうか。罪もなく殺されてしまった藤崎さんのため、これは犯人が追い詰められている証拠だ。立花さんに捜査の続行を促すための理由はいくらでもあって、僕の中ではそのどれもが正しいのだが、今僕の中にあるモヤモヤを晴らすための言葉としては、そのどれもが適切じゃない気がする。そんなことじゃないんだ。なんとか今の心情を立花さんに伝えようと、頭の中から絞り出すようにしてやっと出た別の言葉は、立花さんらしくないよ、という一言だった。私らしくない。ああ。すると立花さんはちょっと改まった顔になって聞いてくる。めぐるくんから見た私ってどうなの？それは僕は考えた。僕の心の中にあった立花さんらしさとはどんなものだっただろう。そしてそれをどのように伝えたらいいんだろう。そんな恐ろしいこと言えない。どれ選んだらいいの？もうこれ選びたくてしょうがないんだけど。すぐに思い立ったけど、そんな恐ろしいこと言えるわけがない。なるほどね。立花さんは半眼で言った。その顔で大体わかるわ。どうせ自己中でいつもバリバリ食べててとか思ってるんでしょ？そんなことないよ。嘘ばっかり。なんでバレたんだ。僕は内心の焦りを隠すように言った。とにかく捜査をやめようなんて立花さんらしくないって思ったんだ。すると立花さんは少し考え込む仕草をした。まあそれもそうかな。その時立花さんの胸元で携帯の着信音が鳴った。16話音とかそんな感じのやつでしょ。しまったと言いたげに取り出す。携帯は一応校則で禁止になっているらしいが、今時そんな校則を守っている生徒はいやしないだろう。やっぱりノートさんか。ディスプレイを見ながら渋い顔でため息をつくと、立花さんは出ることなく電話を切った。いいの？いいのよ。ナオトさんって誰だろう。その時初めて気づいた。僕は立花さんのことを何も知らない。知ってるのは性格とか物の考え方とか、そういった人柄についてだけだ。彼女の家族関係や友好関係など、そういったことについては聞いた試しがない。そういえば立花さんと会っている彼女が僕以外の男性の名前を口にするのはこれが初めてだったと思う。ナオトさんって一体誰なんだ。ナオトさんって誰にしようか。ナオトさん、いや、なんとなく気になる。不意に立花さんが澄ました顔で聞いてきた。僕は返答に窮した。気にならないといえばそれは嘘だけれど、それを素直に認めるのはなんだか悔しい気がする。しばしの沈黙の後、急に立花さんが話題を変えた。ねえ、今更なんだけど、めぐるくんはどうしてこの学園に投稿してきたの？なんだよ突然。そういえば聞いてなかったと思って。そうだった。僕はここに来ることになった経緯をまだ彼女に話していなかったことに気がついた。僕は
僕が彼女のことを知らないのと同じく、彼女もまた僕のことを知らないのだ。しかし何と言えばいいんだろう、僕がこの学園に転校してきた理由というのは決して褒められるような内容じゃない。僕にとってはむしろ隠しておきたい部類の話だ。大した理由じゃないよ、聞いても面白くないだろうし。いいから教えてよ。そう言って身を乗り出し、立花さんはまっすぐ僕を見つめてくる。覚悟して僕は視線をそらした。逃げてきたんだよ。そういうのが精一杯だった。逃げてきたって何から？自分を取り巻く全てから。もともと僕は都内でも有数の進学校に通っていた。日本一の東大進学率を誇る某有名私立高校だ。父親が東大卒の政治家で、すごいな。4歳上の兄も東大に在学、母親は有名私立大学卒の弁護士という家庭環境で育った僕は、特にこれといった自分の考えもなく、家族に勧められるままその私立高校に入学した。子供の頃から親に家庭教師をつけられてずっと勉強していたためだろう。学校に入ってからの僕の成績はいつもトップで、それは高校生になっても変わらなかった。高校を卒業したら父親や兄貴のように僕も東大に入るんだろう。どこかきらめに近い漠然とした予感とともに、面白くもなければつまらなくもない、そんな平坦な毎日を僕は過ごしていた。事件が起きたのは学年末の試験期間中だ。僕の机の中から翌日に行われるはずのテスト用紙が出てきたのだ。バカじゃないのか、僕は本気でそう思った。誰がやったかなんてそんなことはこの際どうだっていい。それよりも人を陥れるつもりならもっとマシな方法があるだろう。だいたい盗み出したテスト用紙をそのまま机の中に入れっぱなしにしておくなんて、そんな間の抜けたことをするやつがいるものか。こんなことをして誰が信じるって言うんだ。しかしそんな僕の考えとは裏腹に、その直後に僕は職員室に呼ばれ、さらにその30分後には学年主任の先生から停学を言い渡された。本当？この学校の教師はみんな冷静に物事を考えるスキルを持っていなかったらしい。けれど同級生に陥れられて停学になったという事実は、実は僕にとってはそれほど大したショックじゃなかった。その高校は毎日が熾烈な成績争いの戦場で、クラスメイトはみんなピリピリしていたから、僕がクラスの連中を含めて学校で深く人と関わり合うことは皆無だったと言っていい。そもそもコミュニケーションが欠如した、そんな希薄な人間関係だったから、出来事自体についてはまあこういうことも起こり得るのだろうと、そんなぐらいにしか考えていなかったんだ。それよりも僕がショックだったのは自分を取り巻く周囲の変化だった。学校の生徒はもちろん、それまで僕をチヤホヤしていた先生や近所の人たちの目が変わってしまった。そして家の中で僕を見る家族の目も、急に何もかも嫌になった。たった一つのそれも自分に非があるわけでもない出来事のせいでこんなにも変わるものなのか。なら僕が今までやってきたことは何だったんだろう。翌日僕は学校へ退学届を提出した。家族にも誰にも相談しなかった。思えば自分一人で何かを決断したのはそれが初めてのことだったかもしれない。そして父親と大喧嘩した末、僕は父親の友人が理事長を務めるというこの花学園へ転校することになったのだ。正直僕は気が乗らなかった。しぶしぶそれを承知したのは親元から離れられるという理由があったからに過ぎない。もっとも転入早々こんなとんでもない事件に遭遇することになるとは思ってもみなかったのだが、要するに黙って僕の話を聞いていた立花さんがふと口を開いた。ドロップアウトしちゃったわけね。まあ簡単に言うとそうなるかな。でもよかったじゃない。立花さんはそう言って笑った。予想もしない意外な言葉に僕は少々驚いて彼女を見つめた。よかったって何が？だってきっかけはどうあれ、ようやく自分自身の人生を歩み始めたってことでしょ。
今までのめぐるくんは他人が決めた人生を生きてきただけだから、思わぬことで周囲の目が変わったことにイライラするのよ。自分で考えて歩んできた人生なら、たとえ途中で何かあっても自分の決断だから仕方がないって割り切れるはずだもん。確かにそうかもしれない。僕は毎日の単調さ、退屈さにうんざりしながらも常に周囲の望む自分であり続けようとした。でもそれは本来の自分自身じゃない。ここへ来てからの数日間、僕の周りで本当にいろんなことが起こった。人が死んだり、僕自身も襲われたり、それはそれまでの僕の人生から考えられないほど衝撃的で、慌ただしく大変な毎日だったけど、それでも僕は昔の自分より今の自分の方が好きになれそうな気がする。僕を事件に巻き込んだ張本人、活発で強引だが面倒見が良くて誰からも好かれる、そんな僕とは正反対の性格を持った彼女との出会いが、知らず知らずのうちに僕を変えたのかもしれない。何よ、人のことじっと見て。なんでもないよ。それにしても結構複雑な環境で育ったんだ。めぐるくんも苦労してるのね。そういう立花さんはどういう環境で育ったのさ。私のは秘密。言わない。言わないんだ。喋らせるだけ喋らして。とんだ後出しじゃんけんを食らいましたね。そう言って微笑むと彼女はペロリと舌を出した。僕のことは聞き出しておいて自分のことは秘密なんて、そんなのは不公平だ。僕はしつこく食い下がった。じゃあせめてどうしてこの学校を選んだかだけでも聞かせてよ。立花さんって確か京都出身って言ってたよね。自立したかったのよ。だから寮があって親元から離れられる高校を選んだの。それに早く首都圏へ出てきたかったし。ん？首都圏？この花って関西の方のあれじゃないの？なんで？私にはね、夢があるの。夢？そう、大手の出版社か放送局に就職して、いずれ世界を股にかけて活躍するジャーナリストになるのよ。へえ。具体的な自分の夢を持ち、それを実現させるために行動する。立花さんは紛れもなく誰のためでもない自分自身の人生を生きている。とても彼女らしいと僕は思った。でも立花さんの場合、ジャーナリストというよりも突撃芸能リポーターの方が似合ってると思うんだけど。そうだね。私がこの学校で新聞部の創設を勝ち取ろうとしているのもそのため。だから協力してね、エルル君。有名なジャーナリストになった時、助手として雇ってくれるならね。突撃芸能リポーターに助手なんてものはいらないだろう。だから僕はそう答えておいた。オッケー、約束するわ。立花さんは満面の笑みを浮かべながら右手の指で丸を作った。その時、またもや立花さんの携帯が鳴った。ああ、もう家族かな。立花さんはすぐさま電話を切って、どうやら留守電に切り替えたようだった。誰なの？そう聞いた時、立花さんの顔は少し疲れて見えた。直人さんって言うんだけど、義理の兄の弟だから義兄弟ってことになる。ははは。じゃあなんで電話に出ないの？という意味で聞くと、立花さんは無言のまま携帯を操作する。見てよこれ。僕は目の前に差し出されたそのディスプレイを覗き込んだ。みやこさん、おはようございます。みやこさんのことを思うと朝からとても清々しい気持ちになれます。今日もみやこさん色のいい一日になりそうです。みやこさんの写真を見つつ、なんとやばい人ですねこれはね、うん、完全に素質があるとかじゃなくて、もうなってる人のやつですよねこれはね。みやこさん、そろそろ朝食の時間ですか？私はみやこさんを思うだけでもうお腹がいっぱいです。切なさもいっぱいになりつつ。なおと、みやこさん、僕は今就職課程の講義に出るため満員電車に乗っています。みやこさんはちょうど1次元目が始まる頃でしょうか？
宮子さん思えばなぜかあれ宮子さんを思えばなぜか太ももを触ってくる隣の親父だってへっちゃらです。届かぬ返事を待ちつつ、ナオト。ナオトさんやばいな、うん。ディスプレイには分刻みのメールがまるで呪文のように延々と続いている。その画面の端に新着を知らせる表示があった。怖っ。これ見ず知らずの相手でも怖いけどさ、親戚が親類がこれって超怖いね。これっていわゆるストーカーってやつ、その上だね。メッセージも聞かせてあげようか。いいや。毒気に当てられた僕は丁重にお断りした。お姉ちゃんに心配かけたくないからはっきりした処置も取れないのに。何より本人に悪気がないし。つぶやいて立花さんはまた深々とため息を吐く。その様子はあまりにも普段の彼女からかけ離れていて、なんだか滑稽にすら映った。いつも強気な立花さんの意外な気苦労をして、僕はなんとも複雑な思いだった。めぐるくん笑ってない？そんな僕の様子を察したのか、彼女はじとっと半目で睨んできた。そんなことないよ。嘘、にやけてるわよ。え？深刻なんだからね。深刻だよね。この留守電聞きなさいよ。結構事態は一刻を争うと思いますよ。はい。もう事件一歩手前まで来てますからね。だいぶ深刻だと思いますよ。だから違うって。それから僕と立花さんは事件のことも忘れて、夜が明けるまでたえもない話を続けた。